はい、今日は8月10日です。皆さん参りますか？無視してます。たぶん目やにがいいとかって緊張って人とかね、目やにがいい。実は「リアルグレード」のバージョン2が今日発売ですので、今日急いで上司にまた行こうかなと思ってます。それどうしたの、兄さん？キーちゃん。うん。うん。バスに行って、うん。私は、うん。いいね。あれ？ヨフキーちゃん？嫌いだわ。キーちゃんは、うん。すごいじゃん。あと、チャリネラと、うん、ジャルメラと、うん、ジャルメラが取れた。パパはあのアンサンブル最新作今回してますけど、今怒涛の、量産型ズゴッキ、ズゴッキだって、量産型ズゴック4期目です。4期連続量産型ズゴック。まあね、いくら量産型とはいえ、ズゴック4個連続はちょっとひどくない？で、メカニカルバストのササビーは、ちゃんと2回で外装とルミナスユニット出ました。で、あの F91 の、 あの復刻リバイバルのナンバー8かな、は、今んとこヘビーガン2回連続です。ね、ガチャ運があんまり良くない。最近ガチャ運が良くないっていうかね、かぶりすぎ。まあでもどっかの時みたいに武器セット3回連続とかやりゃいいけどね。ということで RX78、リバイブ版じゃなくて、バージョン2ゲットできるかどうか一回見てきます。さよなら。はい、10時4分になっちゃいました。なんか道が工事してて通行止めになってて、ぐるっと回ってたら5分で遅れましたね。女子どうなってるんでしょう。もうすぐ着きますが、ここ曲がってすぐなんですが、曲がる人がたくさんいるから全員上司に行く気がする。お願いします。マイティストライクが100個入ってて、余裕というか、まあ、最後ギリギリ5分ぐらいで買えたんで、あれもいいと思うんだけどな。どうかな。さあ着きましたね。着きますよ。着きましたね。でもマイストよりは混んでないかもだな。無事に買えるといいですよね。来週久々に弟子のトミーがナイチンゲール乗りに来るんで、こんなところに止まんなって、毎回これ撮ってんだよ。それってでも車少ないかもな。だいぶ少ないか、あの時よりは。買えるんじゃねえのこれ。ねえ。はい、じゃあ行ってきまーす。よっしゃ。10時5分に今日着いて、で、もうその時点でね、100人ぐらい並んでたかな。レジ前は100人は並んだかったな。数えたんですけど。50人ぐらいしかいなかったですけどね。で、もうだから僕着いた時には10分ぐらい過ぎちゃってたんで、
半分ぐらいはけてたかもしれないですね。で、今日も上新さんは、平台に平積みしてありまして、まあちょっと待ってね、駐車場の中危ないから少し詳しく説明していこうかなと思います。でやっぱり客層はコズミックエラーの時と違って高めですね。エルダーですね、で子供がね小学生が2人ぐらい並んでて、あ、こういう小学生にもね、ガンダム文化が浸透していけばいいなと思ったんですけど、レジずっと並ばされて、実際その子たち買ってたのはベイブレードでしたね。まあまあいいんだけど、ね、で、その他大勢のおっさんは皆さんやっぱり、買っておりました。はい、来ましたね。はい、これサムネ用、サムネ用ね、これね。はい、争奪戦。僕が今10時25分で、10時25分に、レジ前を撮影した感じだと、無許可で撮影しちゃいましたけど、まあ、これには出さないですけどね。まだね15、6個余ってましたんで、結構1時間ぐらいは持つかもね、あるだろうね。でもやっぱりもう早、まあ僕もそうだったんですけど、早歩きにスタ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 ってやってきて、撮っていく、段階世代が多かった、段階ジュニア世代が多かったので、まあ1時間もなくなるでしょうね、きっとね。はい、ということでゲットしてきました。バージョン 2.0、 よし。まあ形はアンリーシュドですよね。どっちかというとこのリアルグレード特有だったあのアドバンスド MS ジョイントを撤廃して、まあ、完全に内装から組んでるみたいな感じに、ね、アドバンスドジョイントだけで立たせるとマジであの針金の人みたいになっちゃうんだよね。だからこの 2.0 は、まあ、アンリーシュドの144分の1に近いような感じになってると思います。でいつもブックマーケットで出会う、あのブックマーケットで出会う、いつも10時に出会うおじさん、 SD ガンダムよく買ってるおじさんも今日はちゃんと乗車できました。あ、こんなとこで会えたと思って嬉しい。まあそういうことで今週あのトミーが来るんで、トミーまたレビューが、僕あの144分の1 RX78 はコンプリしてますんで、まあ、あのコンプリして学装してるんですよ。なんでその学装が、今8体分はちゃんとコンプリートしてて、それプラス G40 と初代ガンダムが300円のね旧キット144分の1はもう作ってあって、で、このバージョン 2.0 が入って、で10月にもう一回初代の焼き直しが来ると思うんで、それを含めてこれで4台だからね、1つの額に4台入るんで、そうすると、12体、資産違うな、資産12体か、12体揃うと思うんで、多分それが今んとこ一般発売されてるものというか、造形の違うものだよね。色違いはまあ別としてクリアとかね、造形の違うものはそれでコンプリだと思うんで、まあそれもまたおいおいこの番組でね、紹介していけたらなと思ってます。じゃあそういうことで、さよなら。なんとなく懐かしくなって